はい。あ、おはようございます。はい、おはようございます。じゃあちょっと取材の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オーストラリア留学で、エージェントをされているちかさんです。ではまず自己紹介からお願いします。オーストラリアのシドニーに本社があります、IS 留学ネットワークの坂本千佳と申します。よろしくお願いします。ではですね、ちょっと質問をいくつかさせていただきたいと思います。まはず、い。ちかさんは、エージェント業をどれぐらいやられているんでしょうか。もうこの仕事について、9年、もう12月、今月で丸9年、10年、来月か。で、丸9年になります。エージェントをされる前は何をしていましたか。アサヒビール本社の方で、マーケティングの方を、に携わっておりました。では、エージェントをやられたきっかけは何でしょうか。今の会社のですね、社長にヘッドハンティングをされまして、そこでやってみないかっていうオファーをいただいて、最初は全然興味なかったんですけれども、ちょっと違う世界にも飛び込んでみようかなと思って、やってみることにしました。なるほど。オーストラリアを選んだきっかけは何でしょうか。もともと私実はイギリスに来たかったんですね。イギリスに留学したかったんですけど、高すぎて。イギリスの学費が。で、私、英語が全くできなかったんで、いろんな友達とか、家族とかにも相談したら、イギリスにもし行くとしたら、多分半年も行けなかったんですよ、予算で。半年でゼロの英語力の人がなんとかなんのって、その頃って私フィリピンってその頃多分なかったと思うんですよ。あったのかない。な？なんか、ですよね、10年ぐらい前、10年以上前なんで、で、それで、その時にやっぱ一番安かったオーストラリアを選んだような感じです。そうなんですね。オーストラリアでやられて、大体ですね、どんな方にオーストラリアで留学、どんな種類の留学を紹介されてるんでしょうか。私の方ではもう本当に下は、6歳から。年齢は上の方であるともう70歳ぐらいの方まで、年齢層はとても幅広くて、1週間の短期留学からもう本当大学院に通える方まで、語学留学、専門学校留学、大学院留学、大学留学みたいな感じでご紹介をしております。オーストラリアので紹介する留学やワーホリのその種類、どれぐらいありますか？例えば留学でそのバリスタの留学だとか、なんか、例どえば、れぐらいだろフィリピンと大体まあ語学留学だけなんですよね。う。英語だけでかに関しても、確かにそのバリスタがあったりとか、ケンブリッジ英語検定、IELTS、ビジネスイングリッシュ、接客英語みたいな感じで、多分コースだけで言うともう10とはもう言わないですね。多分10以上あります。っていうのは、学校によって、打ち出してくるプログラムが全然違うんですよ。なので、スピーキングって言っても、スピーキングフォーカスの何にフォーカスしてるのかみたいな。例えば、本当にリアルイングリッシュでスラングとかをすごいたくさん教えてくれるものがあったりとか、発音とか、そういうものにフォーカスするコースがあったりとか、あとは、サバイバーイングリッシュって言って、本当に世の中で出た時サバイブできるような英語力をつけていくようなコースがあったりとかっていうような感じで、その語学学校も独自で作っているし、だから名前もたくさんある、プログラムも試行、いろんな形で出していく。例えば、サーフィンやりながらやるとか、最近ヨガをやりながらやるとかいう、ちょっと楽しいものもあったりとかもするし、っていう感じですね。なので、本当にその方の目的とか、やりたいこととか、予算とか、そんなものに応じて、紹介できるプログラムは山のようにあるとは思います。専門学校も、日本とよりも、なんかもっと細かく、いろんな、なんかこんなことも勉強できるみたいなこともできるようなプログラムがたくさんありますし、また、大学院っていうのも、やっぱりこう、なんて、マルチカルチャーの国っていうならではの、なんかこう、専攻になるとは思うんですけれども、かなり国際的な、なんかこう、異文化を学ぶような、なんか専攻がすごく細かく分かれていて、日本では取れないようなお勉強をすることができるので、最近はそういうことを求めて、高校を卒業してすぐ大学目指してこられる方とかも増えてます。
ちょっと突っ込みたいんですけど、掘り下げたいんですが、私が紹介したフィリピンのバギョだった他の学校の生徒さんだったんですけど、チカさんに紹介した生徒さん、彼が大学院の方でしたっけ、行きたいって言ってたじゃない、スポーツの、はいはい、スポーツサイエンスですね。で、彼は彼なりに自分で調べたりとかエージェントに聞いたりして調べてたんですけど、やっぱりそのチカさん、実際にその相談を始めてみて分かったのが、情報がすごく多くて細かくて的確で早いっていうのがあったんですね。ありがとうございます。あれやっぱり あそこまで詳しく、しかもいろんな大学のすぐ普通出てこないですよね。まあ、そうです。ただその大学のウェブサイトだけに載ってないものも実はあって、その例えばなんか今回のことでよくあったのが、昔先輩が行ってた大学に行きたいと彼は言ってたんですけど、オーストラリアってルールがしょっちゅう変わるんですね、うんうん、なので、あと大学、同じ大学でも留学生が行けるコースと行けないコースがあるんです、うん、で去年までは留学生が学べたと思ったけど今年からできなくなったなんていうのはザラで、そういうのってこう毎年アップデートする情報をどん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 私の方で検索してこう調べていかなきゃいけないので、やっぱそれが例えば日本にいながら英語がそんなにできなくてとかっていう風になってくると、かなり難しくはなってくると思うんですよね。あとはやっぱ政府の機関で、政府が持っているリソースがあって、そこと連携して調べていかなきゃいけないので、そういうのとかを確認していくっていうことは、なんかやっぱりもうしょっちゅう やってることだから、まあ、私たちからするとそんなスピードが速いのかなって思うんですけど、大学の資料も全部英語なので、まあ、あれを細かいのをピンポイントで見つけるのはまず無理ですね、普通の人は。そうですね、今回、でコースもですね、そうそう、でスポーツサイエンス、彼なんか特にこうやりたいことが明確だないですか、うん、これがやりたい、スポーツサイエンスと言ってもいっぱい種類があるので、中身、その線、なんだろう、中の、トピックとかが違ってきたりするんですけど、それをやっぱ彼はこだわっている生徒さんだったんで、そうするとスポーツサイエンス、同じスポーツサイエンスでも、いや、これには興味ないですっていうものとかもやっぱりあったと思うので、やっぱそこを絞り込んでいくのにはやっぱ読み込まないと、うん、回答してあげられないですよね、なんか。そうですね、まあ、そのレベルにもやっぱり、できるのはやっぱ近さんぐらいだと思いますね。じゃあ次の質問いきますね。では、大体今、オーストラリアの留学、もう留学エージェントさんっていっぱいいると思うんですね。で、まず有料のエージェントと無料のエージェントがあると思うんですけど、この2つの違い、なんでこれ有料なんの、無料の方がいいじゃんって普通我々消費者は思うと思うんですけど、違いなんでしょう。ですね、有料エージェントさんと無料エージェントさん両方とも、エージェントというのは仲介業なので、旅行代理店と同じくこう紹介した先から紹介料っていうのをいただいて運営をしていくのが仲介業のお仕事だと思うんですよね。で、有料のエージェントさんも無料のエージェントさんも紹介した学校から紹介料というのを実はいただいております。なので無料のエージェントというのはそれで運営をしています。でも有料エージェントさんはそれをもらうにもかかわらず、プラスで生徒さんにサポート料っていう形で上乗せをして、また10万、20万、30万、会社によって違うんですけど、そのお金をもらわれているような感じです。ただ、サポートって。ということは、有料エージェントさんを選ぶ方っていうのは、まあ、無料で学校を教えてくれるのもいいけど、まあ、それ以前に不安がいっぱいあると。現地、私、英語わかんないし、現地でどうなるかわかんないから、じゃあ、有料のこういうサポートがあるんだったらよということで、お金を払うんですね。そう、実はでもそのサポートの内容を比べてみると全然わかると思うんですけど、全く同じなんです。がお金を払ったところでいいサービスが受けられるかって、実は何もそのプレミアムサービスみたいなのないんですね、そのお金を払ったところで。結局メインになることって学校の手配を英語で全部やらなきゃいけないので、それを代わりにやりますよっていうことであったりとか、ビザもやっぱ大事なビザになってくるんで、質問がかなり細かくなります。学生ビザなんていうのはエッセイとかも作っていかなきゃいけないので、そういうののサポートをしていくのが一つ、大きな一つの仕事ですよね。で、もう一つが、その現地サポート。現地で銀行をどうやって作るの、シェアハウスどうやって探すのとか、まあなんか困った時に誰に相談すればいいのとかっていうような24時間サポートっていうのが、これが4つメインになるんですよ。
で、これってどのエージェントも同じなんですね、やってることって。うん。そう。なのにもかかわらず日本人の心理だと思います。お金を払った方がいいサービスが受けられるのではないだろうかっていう、あの多分心理でそこを選ばれるのような気がします、私は。でも、無料エージェントさんもたくさん、まあ、フィリピン留学もそうなんですけど、どんどんエージェントポコ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 できるじゃないですか。はいはい、オーストラリアの情報、状況はどんな感じですか？オーストラリアも本当にエージェント増えてます。なんかびっくりする、なんか個人エージェントって言われる方も本当に増えました。なんか個人エージェントって何みたいな。なんかブログから入るんでしょうね。ブログから。ブログ、だからオフィスがなかったりするところもあるみたいです。そう。だから現地にいらっしゃるけれども、多分もし何か相談があるとしたら、こう、カフェとかで会って、みたいな感じのエージェントさんが多いのかなっては思いますね。うん。は、ほんと増えてると思います。多分、ね、ブログで始める方って、最初自分が生徒で行って、で、まあ人によっていくつか学校行って、で、その生徒目線で、あ、ここがいいとか、ここが悪いところとか、他の生徒はこうなってますみたいなのを報道して、報告、発信していくと思うんですよね。で、あ、これすごい、真実が書かれているということで、見ている人は、読者は、あ、この人信じてみようみたいな感じで、あ、この人がこう言ってるからここにしようっていう感じになると思うんですけど、そういうのって実際、読者にとっていい結果が出ているのかどうなのかっていうのは、なんか、オーストラリアのエージェントを長年やられてたちかさんから見て、現状はどうなんでしょうか？その新しい、まあ、とにかく、やっぱし、移民に対しての、やっぱりとか学生ビザとか、まあ、ちょっと前までは、私がこの仕事始めた19年前とかは、なんだろう、ポンポンビザが出てたんですね。うん、なんかこう、学生ビザとかも、お金さえ払ってくれれば、誰でも申し込んでもらえばいいよ、みたいな、だったのが、やっぱ、国が生徒を選ぶようになってきています、今。すごい、本当に、本当にこの人はオーストラリアで勉強がしたくて留学してきてるのとか、本当にこのワーキングホリデービザを何か活かして、こう、何かやろうと思ってるのとかっていうのがすごくこう、増えてきていて、厳しくなってるんですね。で、それって、生徒さんだけじゃなくて、エージェントに対してもすごく、厳しくなってるし、学校に対しても厳しくなってます。すごい監査が入ります、それぞれに。っていうところから、新しいエージェント立ち上げるのが多分すっごい簡単だと思うんですよ。パッと見。うん、私も、今すごい知識さえあって、なんか紹介してあげて、現地で、例えばその銀行なんかのサポートができればいいのかなってきっと思ってると思うんですけれども、まず、語学学校、専門学校、大学っていうのが新しいエージェントとは手を組もうとしません、もう最近は。で、っていうのはアグリーメントを下ろせないようになってます。契約が取れないようになってるんですよね。なんか年間何十人送るっていうのが規則だったりとか、なんかそのとにかくこうルールがすごくたくさん国が定めているので、そういうのがクリアできなさそうなので、その個人で特にやってる方たちに。そういうところと手を組む学校っていうのは学校もちょっと怪しい学校だったりもするんですよね。なので、そういうところとだけつるんでやってる。だから、なんだろう、生徒さんからすると、語学学校なんてどのエージェントも同じように紹介できると思ってるところがあると思うんですけど、それは大間違いで、やっぱり、きちんとしたエージェントでないと思ってない語学学校っていうのは山のようにあります。ので、その辺が多分大きな違いかなとは。有料エージェント、無料エージェント、それぞれまあ問題点とか、いいとこ悪いところ出てきたんですが、やっぱり長年やってきて、他のエージェントから移ってくる生徒さんっていうのもよくありますか？めちゃくちゃ多いです。特に現地でっていうの多いし、あと日本からだと最近多いのは見積もりが送られてきます。どういうこと？この見積もり、他のエージェントさんの見積もりが送られてきて、これどう思いますかみたいな。うんうん、これって正しいと思いますか、取りすぎだと思いますかみたいな、っていうエージェントさん、生徒さんが増えてます。実際それはどうなんですか？全然高いです。びっくりするようなことにお金を取ってます。それはさっき言われた有料エージェントさんのケースが多いですか？それは。そうです。有料エージェントさん、無料エージェントさんはなんか同じような感じなので、それはないですね。有料エージェントさんは。最高額この前96万円っていうのがありました。サポート料だけで。この時何に96万みたいな。っていう感じ。
かですよね。まあやっぱり有料エージェント、まあ、ただやっぱり私も業界で働いてる方なんで、そのやっぱり何でもただと思ってあれしても、やっぱりこうすごく時間とかかかるじゃないですか、何を、はいはいはい、でお客さんからしたら、なんか自分はたった1回かもしれないけど、その受けてるスタッフってそれがもう毎回毎回人が変わるから、絶えずやっていかなきゃいけない、うんっていうところで、うん、やっぱりその有料で取ってもいいのかなって、別に有料で取るんだったら取ってしっかりやれば、僕はその何ですかね、消費者の人もそれを期待してやられてるんでいいと思うんですけど、それについてはどう思いますか？うん、それはちゃんとやってるのであればいいと思うんですよね。でも結局有料エージェントさんで、その、まあ、現地に到着をして、そのエージェント変更したいんです、助けてくださいって言ってくる方たちのみんな同じこと言われるのが、お金を払ったのに、うん、何なんですかこのサポートみたいなのが、具体的にどういうのがあるんですか？例えばその現地に到着しました、オフィスに行きました、でそしたらなんか、あんた誰みたいな、いやで私は日本から到着したばっかりでっていうのを聞いて、あーみたいな感じで、 なんていうの、こう聞き質問すると、今忙しいから別の日にしてくれますって言われるところがあったりとか、あとは、オフィスに行くと番号札を銀行のように取らなきゃいけないようなシステムになってて、名前で呼ばれないらしいんです。3番さんみたいな感じで呼ばれて、で、そうすると毎回違う人と話さなきゃいけないから、毎回、あ、説明し直さなきゃいけない。説明しなきゃいけないっていうようなことがあって、全然申し遅れがされてないみたいな感じがあったりっていうのも多いですし、なんかあとは24時間サポートって言われたから、なんか困った時に電話をしたのに留守電にすぐなって、結局その次の日になんかあのオフィスに行って、なんで昨日出てくれなかったんですかって言ったら、留守電も聞いてなかったみたいなとか、これ何のための24時間サポートなんですかみたいな感じになんかなりましたとかっていう人たちも多いし、人生相談っていうか、まあ、今後次の学校どうしようかとか、次、こう、今こういうことで悩んでるんだけどって話をしたら、いや、私も同じワーキングホリデーなんで、あなたと同じような悩み持ってるから、まあ、答えられないですって逆に言われて、え？って、留学のプロだと思ってきたのに、なんかバイト？みたいな。そういう、なんかこの人に人生任せられないって思いました、みたいな人も結構いらっしゃいますね。オフィスがなんか現地にあるって言いながら、偽のオフィスとかもあるんですかね？なんか最近大手さんとかは24時間サポートしますって言ってて、なんか例えば旅行会社に委託してたりとかするんですよね、うん、その旅行会社の方って、旅行についてはプロかもしれないけど、留学についてはプロじゃなかったりするじゃないですか。そうなので、こうなんだかベーシックな生活についての質問は答えてあげられるけれども、その留学のなんか仕組みだったり、じゃあ大学のそれこそ話であったりとかをふっかけたときに、誰も答えられなかったっていう話は最近よく聞きますよね。オフィスが空いてないときもある、うん、そうそう、なんかオフィスが、なんかその、ワーキングホリデーの方とか、学生ビザの方がスタッフでおられるところもとても多いので、そうすると1日3時間とか使えてなかったりするらしいんですね。でそれが学校がみんなだいたい3時ぐらいに終わるので、3時から6時とかならまだ私は分かるんですけど、午前中10時から1時とか開けられても誰も見てないんですけど、そう、学校行ってるんですけどみたいな感じの人は多いですし、なんかこうエージェントさんと、これもかなりぶっちゃけですけど、なんかエージェントさんと、他のエージェントさんと、まあ、現地のお話をしたときに、ちかさんって24時間本当に電話出てんのって言われたことがあったんですよね、うん、だから、いやもちろんですよ、24時間サポートって言ってるから、私の枕元にいつも電話がありますよっていう話をしたら、え、うちはもう6時で帰宅するときに電源切って会社に電話を置いていけって言われてますって。っていうことは、もう24時間サポートする気もないんですよね。ああ、そうですね、確かに。 その最近のなんか働き方改革みたいなので電話置いとけっていうのは、そういう面で見たらいいですけど、でも24時間サポートっていうのと違いますもんね。
ああ、なるほど。じゃあ、有料エージェントだからといっていいわけではないっていうことですね。ないです、ないです。だから、ちゃんと、そう、比べた方が私はいいです。うちのエージェントだけでもなくて、とにかくセカンドオピニオンってやっぱ大事で、うん、やっぱ必ず何かを比べた方がいいとは思うんですよね。うん、そうですね。エージェントの人が、それなんかの、まあ、よくある話ですけど、まあ、パーセンテージを学校によって高いところを送る、うん、そういう指令がもう来るっていうのは、よくは聞きますもんね。うんうん、大手に、大手ほどそれが多いらしいです。ちかさんとかどうなんですか？そういう私ね、その学校が一体、そういういくらなんだろう、コミッションをくれてるかとかっていうのって、全く興味がなくてですね、実は。で、うちの社長が全部管理をしてるんですけど、うちの社長もアナウンスしないんですよ。今月ここがこうだとか、ああだとかって、一切何も言われないので、好きなように私が生徒さんにいいところを送ってます。なので、その他のエージェントさんとはそこが違うのかなとは。思いますね。まあ、留学って割とやっぱりそれで人生変わるような大きなインパクトを人々に与えると思うんですね。はい、すごく重要なポジションで、そのまあガイド、道しるべとか案内者としてエージェントの方ってものすごく重要なポジションにいると思うんですけど、でそういう重要なポジションって大企業でも人事採用に等しいと思うんですよね。うん、はい。でやっぱり人事が人を見る目がなかったりすると、適材適所じゃないところに送られちゃって、この会社は自分のあれじゃないということで辞められちゃったりとか、いろんな問題が生じてくると思うんですよね。もちろん最後は自分次第っていうのはどの業界もそうだと思うんですけど、ただやっぱりそういったサポートするとか相談に乗る人ってすごく重要だと思うんです。ということは、相談する人も長年の経験がないと、ちょっと2校3校通った自分が通ってみただけとか、自分の周りの知ってる人をちょっと紹介しただけとかですと、対応しきれないところもあると思うんですね。で実際に、ちかさんはもう8年9年やられて、もう10年近くやられてると思うんですけど、他のエージェントさんってどうなんですか？スタッフさんは。メインになる方みたいな方、いわゆる、まあ、社長クラスの人であったり、マネージャークラスの方だったりするところ、変わってない人たちも何人もいらっしゃいます。まあ、いわゆるもう本当に老舗のエージェントさん、うん、うち、IS 留学と同じように歴史を歩んでこられてるようなところは、本当に長年勤められてて、私もすごく尊敬するような方たちがたくさんいらっしゃるんですけど、いわゆる新しくできたところとか、だから今、ガーってこう伸びてるようなエージェントさんのスタッフさんは、ほとんどがワーキングホリデーか学生ビザのスタッフですよね。なので、もうバイトの感覚でやってるから、なんか問題とか起こしたくもないし、相談乗って時間を取られたくもないし、とにかくなんか今日終わらせられれば、給料さえもらえればいいみたいな感じで、ビザが切れるとそっとっと帰っちゃう。みたいな感じで、すんごい回転が早いですよね。そういうエージェントさんは。そう。なので、なんか私たちみたいにプロの意識を持ってやるっていう人たちばっかりではないんだなとは思います。そういうところのエージェントさんは。そういうのちょっと消費者の人には本当に分かって理解しておいて、よくエージェントさんを見てほしいですね。そうですね。だから間違ったビザの情報とかを結構伝えられたりするんですよ。この前、そうそう、なのでこの前も高校3年生の子で、高校3年生で卒業してすぐに留学してきて来られた方が、1年間その先に専門学校に行くことをもう決めていて、でそのかなり大手らしいんですね、日本でも大手らしいんで、大手なんですけど、そこでお話をしに行かれたみたいなんです。でそこで、語学学校と専門学校のパッケージで彼女たちはビザを申請してると思ってたが、実は語学学校の分でしかビザが取れてなくて、でそれで語学学校の分じゃあその後どうすればいいんですかって、そのエージェントに問い合わせをしたら、学校の方が手伝ってくる、語学学校の方が全部やってくださるので、語学学校の方に次の専門学校の手続きとビザの申請をお願いしてくださいと言われたと、うんうん、でそれで行ったらもちろんノーなんですよ。その語学学校なんかそんなことやるわけないんです。で、語学学校は、いやいや、やらないですよって、そんなエージェントみたいな仕事やらないですよって、その手続きもやります、やりません、みたいな。っていうので、もうどうすればいいのってパニック状態になって、たまたま彼女と同じクラスメートの生徒さん、私の生徒さんだったんで、紹介して彼女が来ました。
って、で、よく聞くと、その、オーストラリアにも提携してるオフィスがあるので、そこに行ったけれども、日本に一回帰らないとビザ申請はできませんと言われましたと。そのない、オーストラリアで勉強できるんですよ。しかも、まずパッケージで申し込んでないってことが、とても無駄なんですよね。その、ビザ代が2回かかることになるわけですよ。なんでそれをやらなかったかっていう、私はもうそこからハテナなんですけど、で、それでなんか結局はもう私の方でもあのサポートを全部して、で今はうちの生徒さんになってくれてますけど、多分あの話聞いてて僕が分かるのは、おそらくオーストラリアって種類が多いじゃないですか、あの、はい、選択肢が、はい、大学の種類も専門学校も英語学校自体 のコースの種類もいって中で、もうルールがもういっぱいある、しかも毎年いろいろちょこちょこ変わると、すごいスピードが変わるっていう時に、スタッフはそれに対して現場で生徒さんに向き合うスタッフさんが経営陣と違いますから、1年2年で終わっちゃう、うんうん、で中にワーホリのバイトで3時間だけとか、うんうんうん、真剣にそこまで、生徒さんのためにというよりは自分がワーホリ時代を楽しみたいっていう人の方が多いから、もう全然教育がもう間に合わないですよね。そうですね、もういちいちだってこうトレーニングしてる場合じゃないですからね、うんうん、でビザの法律も年にもう毎年毎年変わります、うん、なのでそのたんびに、まあ、うちは移民コンサルタントが会社の中にいるので、そこと一緒にこうアップデートしてもらってるような感じですけど、追いつかないです。それでももう情報がありすぎて、うん、もうそうですね、ちょっと皆さんに分かっておいてほしいな、あのエージェントってそんなに簡単なものじゃないっていうのがありますよね、うん、なんか今ある学校を紹介するだけでしょみたいな、下手したらパンフレットを渡してその学校の特徴を言うだけでしょみたいなところがあります。そうそう、あります、あります。ないです、うん、そんな話はないです。そうですよね、なのでエージェント大事です。ではあと現地で学校を選ばれるときに、あの、普通の、まあ、チカさんはどういうふうに、まあ、特にワーホリの人ってやっぱりぼやってしてるのが多いと思うんですよ。なんかお金を稼ぎたいとか、うんうんうん、どちらかというと人生でちょっと休憩一回入れるとか、仕切り直すとか考え直すとか、うんうんうん、そういう人もいろんな方がいると思うんですけど、まあ、もちろん明確な目的で会社から送られるとかっていうのもあると思うんですが、人に本当千差万別なので、それどうやってカウンセリングをやられていきますか？もう最初にとことんなんかこうやりたい、なんかね、やりたいことリストでもいいし、私の性格でもいいし、私のバックグラウンドでもいいし、とにかく留学に関係ないことも何でもいいです。何をやってるときが一番楽しいとか、なんか、うん、こうなんかもうそういうことでもいいから、とにかくもういっぱい書いてくださいってよく言います、なんか、うん、でそうするとみんなもなんだ、そんなそこまで言っても3つぐらいで書いてこない人もいればA4 に2枚ぐらい書いてくる子とかもいるんですよね。でそれを読んでると、大体その人が何を求めてるのかとか、何をやってるときが一番楽しくてとか、例えば目的がない子でも、目的がある子たちにはそんなこと聞かなくったって、結構ちゃんともうやりたいことがこれとこれだから、それをやるためにここに遅く来ましたみたいな子たちっていう人たちはそんなに難しくないんですけど、やっぱ一番難しい層っていうのが、なんかこう自分を変えたいんですとか、でもどうやって変えていいか分かんないんですだったり、なんかオーストラリア行ってみたいけど何やりたいかって言われても別にみたいな、なんか友達は欲しいかなぐらいのノリの人たちとか結構いるんですよね。ただ私からするとやっぱ1年ってこう大事な期間で、一生に1回しか取れないワーキングホリデーって得られるものって実はすごくたくさんあるのに、なんかあっという間に1年終わっちゃって、なんもなんかなかったよねみたいな、日本にいた時と同じだったよねみたいな感じで帰ってほしくないなっていう思いがやっぱすごくあるので、なんかを見つけて帰ろうみたいな、うん、っていうのをやっぱ応援したくて、そういうのをお願いします。でそれでその人一人一人に対して一番合うプラン、もう途中でどんどん変わっていいよってでも言います。変わっていくのが当たり前だと思います。その私が最初に聞いた状況でこんな流れはどうって言って、でいいっすねってやります、それできますみたいな感じでやっていくけれど、途中途中でしょっちゅうあの話し合います。どう最近どんな感じだった、そうするとこれやってみたら実はこれも面白いかなって思ってきたんですよねとか、
人ってやっぱ変わっていくと思うんですよね。いや実際そういうの拾い上げ、はい、あのカウンセリングでいろいろ喋っても実際やらないと分かんない人がほとんどで、そうですね。だからその現地に到着してやり始めてからも、じゃあちかさんはあのカウンセリング続けられてるんですね。続けますね。もう帰国するまで続けます。もうどうにかすると帰国してからもやってますもう人生のエージェントになっちゃってますねそう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 ですね。なんか気になる、うん、なんかそうやっぱ、うん、あのみんなそれぞれいいものを持っているわけで、なんかそれなんか絶対何かにつなげてほしいっていう思いは余計なお世話ですけどあります、うん、なんかあとあのこう実際日本人ってやっぱり海外を知らない人はこう何でも海外、特にオーストラリアは一応西洋と日本は認識してるので、あの日本よりも進んでるんじゃないかとか、あのしっかりしてるとかなんかあると思うんですけど、実際違うところがあると思うんですよね。うんうんうん、例えばあと虫が出ないと思ったら巨大な虫が出たとか、もうベッドの中の体の上に入なんかこうなんかすごいでっかいこんなのが来たとかっていうのはよくある。そういった時にこうクレームっていうか、すごくなんかこうなんですかね、ポジティブに受け止められ処理できずに、ネガティブにこう自分が勉強に集中できなくなるような精神状態になっちゃう人も日本人っていないですか？あのなんだろう、一番多いのはですね、なんかその虫とかそんな話はそんなないですけど、全然あの実際いっぱいいますよ虫は。だけどその虫によって何か起きるとかはそれはないんですけど、一番多いのがなんかOL さんですよね。なんか30、1回もう就職をして、それでなんかオーストラリアに来ましたっていう人たちってすっごい頑張っちゃうんです。なんか人生をかけてきちゃってるんですよ。わかります。私もそうだったから、うん、だけど、なんかその、なんていうのかな、こう英語、なんかせねばならないみたいなのにがんじがらめになってるんですよね。なんか仕事辞めてまでも来たからには、英語力は半端なく上げなければいけないとか、もう何歳だから、こう私はもう今更引き下がれないんで、これぐらいのことをやらなきゃいけないみたいなので、もうね、それで苦しんで、なんかね、ちょっと、リプレッション、なんかちょっと、こう落ちる子たちが結構います、女性は。うん、それ、落ちる、その、解剖してみると、例えば、なんか思ったより英語が話せるようにならないとか、そういうことです、もあるんですか？一番多いのはそれで、それとか、なんか、何か見つかる、行けば何か見つかると思ったけど、なかなか見つからないとか、なんか、クラスメイトの若い子たちはこんなこんなですんごい楽しんでるのに、なんか私は楽しみきれてないとか、なんか同期の子からこんな連絡が来て、同期の子がなんかすごい楽しんで会社でバリバリ働いてるの見るともう落ち込んじゃったとか、なんかそういうのも言ってくるんですよ、うん、なんかでも私がもし大学生で大学卒業してオーストラリアにもうずーっといますっていう人だったら分かってあげられないんですよね、その気持ちが。でも私も同じように苦しんで同じように先輩に相談してるんですよ。なので心を開いてくれる子たちがすごく多いです。私も全く同じだって、こうこうこうでこうでこうだったって、そうなんですっていうなんか感じにはだからなんかね、それはもう頑張りすぎないをどう力を抜かせるかが私の仕事です、その子たちには。なるほどなるほど。まあ、最近ですとフィリピン留学ってあるのは知っていながらオーストラリア留学を選ぶ人はやっぱりかなり本気だと思うんですよね。やっぱり質のいいものを最初から入れていきたいっていう感じだと思うんで、まあ、かなり自分にもプレッシャーというかあれ真剣でしょうね。真剣ですよ、本当に。なぜか女性が多いんですよね。男性はね、意外とね、そこは結構、まあ、なんとかなりますよね、みたいな感じで行くんですけど。ちょこちょこ連絡してる理由に、オーストラリア、例えば多国籍の学校あるじゃないですか。はいはい。多国籍の学校に行って、英語の国に行けば、白人がいるところに行けば、ペラペラに喋れるようになるよっていう人も いちゃうから、ネットで。なんかそれで勘違いしていって、行ってみたら多国籍なんだけど、結局つるんでるのは日本人同士でつるんで、
そこで恋愛とか発生しちゃったりとか。あとは、なんか嫌いな人がいて、その人の悪口で盛り上がっちゃうとか。日本語、日本社会がそこにもあってっていうのはありますか？あ、でもめちゃくちゃ多いです。だからその結構学校の相談に来られる方とかだと、なんか油断するとそうなりがちです。だから日本人って面白いんですけど、英語を話せるようになったら外国人に声をかけようかなっていう子が多いんですよ。で、そんなことしてたらいつまでたってもならないよって。だから最初は怖いから日本人に行っちゃうんですよね。なんか一人だから日本人に。で、そこがモチベーションの高いチームだったら全然いいんですけど、そこがそもそも別にさ、外国にいたって、ね、俺たち日本人なんだから日本語でよくないって言ってるようなチームになってしまった場合、もう抜け出せないんですよ、そこから。もういつも日本人とつるむことになってしまう。わかる。なんかチームね、そう、チーム、バッチメイトですよね。そう。だからなんか、こう、それを相談に来るときあるんですよ。なんか、お昼ご飯を違う子に喋りかけていこうと思ったら、すごく睨みつけられて、え、なんでお昼そっちに行くのって、外国人と何食べんの、な、私たち食べるんじゃないのって、すごい言われて、行けなくってって言って、はぁみたいな。もうそんなことを気にしてたら、一生外国人の友達できないよって、結構言ったりとかもすることもあるんですけど、そうやって足を引っ張る日本人いっぱいいるんですよ。だから、そこには入り込まないように、なんか、もう学校の初日の過ごし方が説明しました、私。もう、初日が大事。もうなんか。フィリピン留学でもそうですね。大体、特に大きい学校ほど、やっぱりその、生徒さん選べれないから、時期によりますよね。で、やっぱその、多国籍、日本人が少ないとこって言っておきながら、日本人とつるむのがほとんどですね。そうそう。ほんとその通り。そう。なんか、ちょっと喋れるようになったら話しかけます。うん。って言って。あと、一生来ない。何ですか、グループ意識が強いっていうのは僕も見てますね。韓国人とかもそうですね。なんか、違うグループでテーブルでご飯を食べるっていうのにこだわるっていうのは本当に日韓の特徴ですかね、これね。そう。異様らしいですよ、それヨーロッパ人から見ると。異様ですよね。だからヨーロッピアンの友達によく言われてます。しかもちょっと変わってるから、私たちとこうやってつるんでるけど、見てって、なんで日本人とか韓国人ってああやってみんなでご飯食べてんのって。なんか、誰もいないよね、ヨーロッパ人。全部アジア人だよね、みたいな。で、やっぱすごい言われました。それでアジア人ってね、そのヨーロッパ人とかに入ってる日本人のことちょっと悪く言いますからね。おう、そうそうそう。なるほど。そういうところでの、じゃあ、ゆるいチーム、ぬるいチームに、ぬるま湯チームに入るとまずいから、うん、さんはちょこちょこ連絡入れて。ちょい声かけます。大丈夫？ちゃんとやってる？みたいな。そうですね。そこまで心配するエージェントは、いないですね。みんな忙しいって言ってますからね。いや、忙しいんですよ。忙しいけど気にもなるんですよ。うん、なんかどうしてんだろうと思って、なんか。そうですね。なんか昔ながらのエージェントですよ。なんか最近の風潮だと、自分の人生楽しむのが先決みたいなのがあるので、なんかこう、うん、面接の時にはね、やっぱり他人の、私が不安だったんで不安な人のサポートしてあげたいとかみんな言うけど、実際ちかさんみたいにそこまで本当に実際にやる人ってほぼほぼいないですよね。そうですね。あとは、まあ、結構いろいろな聞けましたね。では、まず、とにかく、ストーリーシェアとしましては、まあ、オーストラリアに行くときは、もう、まず、チカさんということで、必ずチカさんの話は絶対聞いた方がいいということで、お勧めさせていただきますので、ありがとうございます。ワーホリコース、フィリピン留学経由のワーホリコース、お願いします。はい、わかりました。あと逆に、その、何ですかね、フィリピン留学が終わった後、のことを知ってるからこそ、チカさんの、言葉ってすごく重みを、フィリピン留学をする人も受けると思うんですよね。その、オーストラリアに行ってからフィリピン留学を知らなくて、後で現地で知ってくる人もいるってことは、やっぱりその、何ですかね、それだけ、
まあ、フィリピンイコール、まあ、やっぱり発展途上国なところもあるんで、あとね、トロピカルカントリーなんで虫がいたりとか、街の中にあるとやっぱり空気があまり良くないとか、あとは治安に不安があるって人も いると思うんですけど、それ以外にこうフィリピンで得られるものの、ありがたみっていうのを踏める、噛み締めることができれば、すごく集中もできると思うんですよね。うん、ですね。なんだ、スピーキング、特にストーリーシェアって、スピーキングをかなり強化できるじゃないですか。なので、結局、こう、オーストラリアで、ちょっと、もうちょっとやりたかったっていう人たちにとっても、すごく帰りによって、もう一回ブラッシュアップしてっていうのもいけると思うし、うん、ワーキングホリデービザって今、最大 3年まで取れるので、最近多いのは1年目が終わって1回フィリピンに行って英語学んでもう1回戻ってくるんでどうですかねとか結構います。うん、セカンドってやつです。そう、セカンドに行く前に勉強してまた戻ってきて2年目をやるみたいな人たちも多い。今3年入れるんですね。3年入れます。 最長3年です。すごいですね、3年目って。うん、うん、一応セブの方は、ゲストハウスやってるので、今アメリカ人とかもちょっちゅう、結構アメリカ人多いんですよね。そう、この前のお邪魔した時も何人もいらっしゃいましたよ。なんかすごい楽しい環境だなと思って、そうですね、見てたんですけど。だから積極的にこう、うん、旅人なんで、みんな時間持て余してるので話すとすごく喜ぶんですよね。うんうんうん、ただやっぱりそのアジア人の特徴として、なんかやっぱり聞き取れないから、あとは自分の思ってること言えないとか、彼らがどういう思考回路でいるから分かんないからなのか、うん、やっぱり自分から率先的に話す人が少ないですね。その辺ちょっとちかさんの方からもバシッと言ってもらえると元気です、ね、でもやっぱり、ね、そうですね、話しかける人って伸びるのも早いですもんね。そうです、そうです、本当に本当に視野も広がるし。OK です。では、フィリピン経由のオーストラリア、もっと増えてお役に立ってもらうコース、はい、そして安心してオーストラリアに行けるように、あとはオーストラリアの魅力も知らなかった人とかも、知らない人もいると思うので、そちらにも一つの選択肢として増えるように、はい、ワーホリックス、力入れてやっていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。では、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。